恋の伝七郎山本周五郎歌舞伎役者も裸だしの美男みんなどうしたそんな隅の方へ引っ込んでしまってどうしようと言うんだ!」。村松銀之丞は市内に素振りをくれながら端正な顔でぐるっと周りを見回した。 道場は剣術の稽古をするところで居眠りをする場所じゃない。さあ、俺がもんでやるから出てこい。そこにいる松井、お前出ろ。いや、いや、拙者はちょっと頭が痛いもんで。松井何菓子は片手で額を押さえながら慌てて後ろへすさった。じゃあ、野本、お前来い。いや、私も、もう上がるところで。 田中はまだ汗をかいてないな拙者はそのいやもう今日は腹が痛くって俺はどうも足の神経が良くない今日は親の忌み日だから天出が指名されない先に逃げを張っている何しろこの師範大は稽古が荒いのだ歌舞伎役者のような美なんで立ち居も上品だし 言葉つきも大層見浴びたものだが一旦竹刀を持つと人が変わってしまうどんな初心なものにも容赦というものがない面を打って銅を払って足がらみにかけてすっ飛ばすその一つ一つが辛辣で骨に通るほど激しいこれから先も加減というものがないのであるだから師範大の稽古というと みんなどこかしら痛み出したり親の意味美を思い出したりするわけであった村松銀之丞は嘲笑の目でもう一度ぐるっと彼らを眺め回した「どいつもこいつも骨のないやつばかりだ痛いのが嫌なら上手になれ上手になる望みがなければ剣術なんかやめてしまえその方がこっちも暇が潰れなくていい」 稽古というものは「いやあ子、七お前そんな陰に縮まって何してるんだ」そう言いながら銀之丞はつかつかと片隅へ行って門弟たちの後ろに首を縮めていた一人の若者の肩を捕まえた「さんのお前がそんなことだから他の者までだらしがなくなるんだ出ろ出ろ久しぶりで一本教えてやる」「だめだよ 村松、俺はもう散々結構やったんだ。もう疲れているから勘弁してくれ。ただ殺しても死なないような体をして、疲れたもクソもあるか。さ出るんだ。痛いじゃないかそんな。だからおとなしく出ろと言うんだ。それしっかり立て。押さなくてもいい。出るよ。つまれた肩を振りほどきながら、 こちらは証拠となしに出ていった色の黒い頬骨の出た無骨な顔である眉も目も尻下がりだし口は大きいしどうひいき目に見てもぶ男というほかに批評のしようがない僧帽だ支度をして竹刀を持ってともかくも道場の真ん中に立ちは立ったが その姿勢は剣術をやるよりすす払いの方が似合っているように見えるだが断っておくが当人はしごく真面目であっていささかもふざけたりした気持ちなどはないそれどころかむしろ哲学的と言ってもいいほど経験な態度なのであるなんという格好だ銀の城は 頭ごなしにこうののしるお前どこかひもがゆるんでるんだろうもっとしゃんとならないのか胸をぐっと張ってみろ膝をまっすぐに下を向くんじゃない目はこっちだもう軍事教練はいけないんだぞ口を結べつまらないことを言わないで腹へ力を入れるんだそんな、うん、しょうがねいいから打ち込んでみろ元気でやれ伝七郎は 全身の力を込めて打ちを入れた相手の顔を見るとか呼吸を量るなどという芸は少しもない真っ正直にこう冗談へ竹刀をすり上げて打ち込んだこれでは相手が師範代でなくったって打てようど理りがない体をかわされて飲める背中を銀之丞がちょいとついたどこ行くんだ ししなしたりこう叫んで振り向くところを面へ一本恐ろしく聞くやつをビシッとくったこしょうでも嗅いだように鼻がツンとするところを銀の丞がつけていって得意の足がらみ肘でもってあごをグワンと突き上げたすべて法と手順がついているから伝七郎の体は反りざまになって捨 道場のはめ板へ持って行ってダッとばかり叩きつけられた。だらしのないやつだそれで10年も稽古したと言えるかいい加減に剣術なんかやめる方がいいさもないと貴様がいくら恋焦がれたってこんな体を見られたら美しい人に嫌われてしまうからなな何を言うんだそんなバカな バ鹿なと言ったって赤くなってるじゃないか貴様が暴けの歌人に夢中だということは看板に書いたようなものだしっかりしろそれはひどいぞ伝七郎は腰をなでなで立ち上がったいくらなんだってそんなことそれはあんまりだしかし銀之丞の方ではもう聞いてもいなかった かれはさっそうたる身振りで向こうへ行き別の門人に呼びかけていたおい松川今度はお前だ出てこい伝七郎は身を縮めるように道場を出ると着替えもそこそこに逃げ出していった秋とは言い訳のように暑い午後で乾いてほこり立った道の上にギラギラと傾いた日光が照り返している 彼は恥ずかしめられた無念さに顔をゆがめ強く下唇をかみながらまっすぐに歩いてゆく普通のものなら恐ろしく深刻な悲痛な表情になるのだろうが彼の顔は不幸なことにそうならない不滑に見ると背中を呑みに刺されてかゆいのを我慢してでもいるような感じだしかし今 銀の城に恥ずかしめられたばかりである。作者まで一緒になってこきおろすのはよ予想。話を進める方が先だ。浮世の隅に隠れたるとも。道場を出た電七郎、武家町へ曲がる辻まで来ると、そこで立ち止まってちょっと考えたが、家の方へは行かずに。 本町通りを抜け鍛冶屋町のとある路地裏へと入っていったその辺りはちょっと口にするのをはばかるようなけしからぬ名のついた貧民長屋で路地へ一歩入ると何やら巣えたような臭いが鼻を尽くし長屋と長屋の間の狭いひさしの間に竿を渡して「桃引きだの新衣だのおしめだの」 下帯だのが干してありその下ではちょうど雑魚でも群れているようにボロを着た子供たちがのぶ板を踏み鳴らしながらわめえたり泣き叫んだり罵り合ったり右往左往に駆けずり回っているこういうありさまなので普通のものでもなれないとちょっと入りにくいまして武士などの近寄るところではないのだが。 奇妙なことに伝七郎はその路地へ入るといかにも気楽そうな顔になりまるで自分の故郷へでも帰ったようにほっと安息のため息をつくのだった彼は干してあるおしめや桃引きの下を巧みにくぐりながら泣いている子の頭をなでたり喧嘩の仲裁をしたり転んだ子を抱き起こしたりしてやる。 それがなかなかかで壺にはまっているし子供たちの方でも「おじさん」とか「いや中さんとこのおじさんだ」などと甚だなれなれしく呼びかけるそこで彼はいっそう目尻を下げニコニコ笑っていちいち会釈を返しながら通り過ぎるといった具合であったその路地の奥に 共同の井戸がある。その井戸からはすかいになった長屋の一軒表にも葉の黄色くなった何かの鉢物を5つ6つ並べ腰高商事に「中という字の書いてある家を伝七郎は訪れた「はああいるよ」と中から妙にしゃがれた声で返事が聞こえた「構わずあげてくんな誰だい?」。 俺だ。障子を開けて入ると一まきりの六畳の真ん中でふんどし一つになった若者が半蔵の手桶棚を並べまな板を前に据えて魚を作っていた彼は入ってきた伝七郎を見ると満面を崩して「よぉ<う>!」と叫んだ「こいつはおあつらえたようだこいつはあつらえたようだが」。 してくれりゃいいがと思っていたところだ。まあとにかく上がってくんね。何をしているんだ伝七郎は刀を取って上がると相手の前へドカッと気楽そうに座った。おっイワシだな。イワシよこっちを巣にしてこっちを塩焼きにして厚かんで一杯という思考なんだ。悪くない。 俺もなにもうこれでおしめだいいから座っててくんな火はもう怒こってるのかこれからだそれじゃあそいつを俺が引き受けよう今度は台所だったなああ次は揚げ豚の中にあるよしと言って伝七郎は手早く袴を脱ぎ着物を脱ぎなんと 半襦番に下帯一つという武士としてまことにいかがわしい格好になってしかし恐ろしく楽しそうに台所へ出ていったさて2人がささやかな主演の支度をしている間にあらまし彼らのことを紹介しておくとしようまず伝一郎だが。 彼はここビンゴの国、福山十万石安倍伊予守の家臣で長井平左衛門というものの三男である父の平左衛門は九百石の中老で名誉心の強い勘借持ちのいつも口を七難しく片方へ歪がめているという風の人だった長兄の平助は何度役次儀の角之助は 中五章とそれぞれ役についているし妹の浪江はすでに他かへ貸しているが伝七郎だけは25歳でまだだ部屋住みだった単に部屋住みというだけならさしたることもないが彼は恵まれない生まれつきで男ぶりも生えないし学問も武芸もできず口が下手で愛嬌がないという。 まことにうら寂しい存在であった。これがもっと身分の軽い家に生まれていたら何でもないのだが何しろ藩の中老のせがれだから人目についた。ことに2人の兄が父に似て牽制欲の強い利己主義なそれだけに頭もよくいわゆる切れる人間に属していたから。 彼の無能は一層際立って見えた。それをさらに効果的にしたのが村松・銀之丞であるが両者の関係を語るには十六七年ほど昔へ遡らなければならない長池家の屋敷は大手筋の端にありすぐ裏が足軽の組長屋になっているそこに足軽組頭を務める 村松,松兵衛というものがいうがた銀之丞はその子である幼年時分から要望の極めて秀麗な恐ろしくさえはじけた性質の目から鼻へ抜けるような子供だった彼は決して同じ足軽長屋の子供とは遊ぼうとせずいつも伝七郎を好んで誘いに来 巧みに自分が温度取りになって暴れたそのいたずら仲間に通り町の小商人の子で忠太郎という者がいたつまりこれが鍛冶屋町の裏棚にくすぶっている中太なのだが彼については後で語る機会があると思うこういうわけで電七郎と銀之丞とは 七つ八つの頃からの友達であるが「友達」という言葉は伝七郎の側から言うので「銀之丞がそう思っているかどうかは甚ははだ疑問である」なぜなら彼が伝七郎と親密に遊んだのは初めの二、三年でそれからのち平田とか川勝などという長池家より定席の家の指定と近づくに従った。 伝七郎には振り向きもしなくなった意地悪な言い方をすれば彼は重役の家の指定に近づくため伝七郎を踏み台にしたようなものであったもっとも彼にはそうする値打ちがあったと言ってもよいだろう長ズルに従って風斎は歌舞伎役者のように淡麗になり学問所へ入れば 主席を占めるし武芸も抜群で21歳の時から藩の道場で師範代をするという風だった早くから重役の子たちと交わっていたので十七八になると上役に注目されだし現在では奉行役所で筆頭・書き役を務めている。ももちろん身分も 保組に上り食糧も百七十石にかぞされた昔一緒にとんぼ取りや竹馬遊びをした銀之丞が同い年でこの出世ぶりを見せたから伝七郎の盆栽はますます目立つわけである何かというと父や兄たちはそれを指摘した「村松を見ろ少しは銀之丞にあやかれ」。 悔しいと思わないかなどという顔であるそういう時いつも伝七郎は恐れ入って抵当するばかりだっただってほかにどうしようもなかったから「聖徳は悲しき路地裏の酒」それでも伝七郎は 決してひがむようななことはなかったそれどころか銀之丞に心から敬福し彼が自分の友達だということに誇りをさえ感じていたそれに対して銀之丞がどういう態度をとるかということはさっきの道場でも読者諸君はよくご存知のはずであるただ作者としてはあれが今日が初めてではなく 毎日のことだという点を付け加えておけば十分であろう。もっとも今日は少し手厳しすぎた。銀之丞は触れてならないことに触れ囚人の前で不必要に彼を恥ずかしめた。だがどうやら趣向の支度ができて二人はきのやり取りを始めたようだ。 とにかく貧しい酒盛りの方を見るとしようどうだデンさん素は聞いてるかうんよく聞いてるうめえ香りは青じそに限るんだが妙がきりねえんだからしょうがねえまあひつまあおめえにやろういいってことよ 重ねねえな。あはら、毎日やれるが、お屋敷きじゃあ、そうもいくめ。ここへ来たときくれえは、遠慮抜きにやってくんな。だが、いつもこっちは地層になるばかりだからな。よさねえか、友達の中で、地層もクソもねえ。そんな他人行にを言うと怒るぜ。他人行儀じゃねえ、本当なんだ。伝七郎は、 つがれた酒を一口舐めておき、考えにふけるような調子でこう言い出した「俺は十万石の家中で中老を務める者の,の子だ。痩せても枯れても侍の端くれだ。いかに友達とは言いながら汗水流して稼ぐお前のことを思えば一杯の酒だっておごられる義理はないんだ。 それは分かっているんだがなあ中さん俺はここへ来るのが何より楽しいこうしてお前と二人で飲む酒が俺には何より楽しいんだお前には察しもつくまいが」と彼は胸にたまったものを吐き出すように言った「俺は自分の家にいても朝から晩まで」 気楽に息をつくことさえできないんだ何かといえば動物だの愚か者だ亀を汚すとか一族の名れだとか親父も兄貴もまるっきり俺を目の敵にする外へ出たって同じことだだれも真面目に俺とはつきあう者はいない誰も彼も ニヤニヤと妙な笑い方をして俺を見るおやじが中老だから挨拶は丁寧だが心の中で舌を出してるのがはっきりわかるそりゃあ俺はこのとおりの人間だだが好き好んでぶ男になったんじゃない頭の悪いのも不器用なのもみんな親が産みつけてくれたんだ笑うなら親を笑ってくれ 俺は時々そうなりたくなる。本当の話だぜ忠さ、うん。と中太は何か喉にひっつまったような声を出した伝七郎はきを取って一口すすりほっとため息をついてから続けた「だが俺にはどなることもできない。 どんな目で見られてもどんな悪口を言われてもどんな意地の悪い扱いをされても黙って首を縮めてこそこそ隅の方へ引き込むだけだ何しろ自分が一番自分の値打ちを知っているからなただここへ来た時だけはお前とこうして話す時だけは 俺も人間らしくなるこの通り楽々と座って誰に気兼ねも遠慮もなく飲んだり話したりできる俺は嬉しいんだ本当に俺は嬉しいんだぜ。分かってるよおいらにもそいつは分かってるんだそして。と中太は相手の盃に尺をし 体操しんみりした調子でこう言ったそうしておいらだって同じなんだデンさんとこうしている時だけは誰に遠慮もなくくしゃく二軒のかまど将軍で手足を伸ばしていられるが世間へ出れば半人前の扱いしかしちゃうくれねえなぜだデンさんなぜだと思うこいつはなデンさん俺もおめもまあ正直すぎるからだぜそらそらしい世辞が言えねえ 人の目をくらましてうまい汁をすう知恵がねえごまかし仕事ができねえ、嘘がつけねえ。つまり世間のやつらに言わせればこれがよわたりの方便だということがおめえと俺にはどうしてもできねえ半人前だのおろか者だの言われるのはそのためなんだ俺の親父もそれで通り町の棚をたたんじまったのよ中太郎の父は通り町で小さな金物棚をやっていたが 「バカ」という字がつくほどの正直者ではじめ親譲りのかなり大きな呉服屋をつまらなく潰してしまいその金物棚も親類の肝いりで持ったのだが中太郎が15の年にはそれさえ持ちきれなくなりついに棚を畳たたんでこの裏長屋へめり込んでしまったその少し前に妻に死なれたので 忠太郎と2人不審場の手伝いなどに雇われてカツカツの暮らしを続けていたがそれから7年してはかなく死んでしまった全くあるにかいなき一生だったが自分ではそうは思わなかったらしい呉服屋の若旦那だった頃は何の苦労もなくそれ相応の暮らしをしたのだろうがかつて一度もその頃を懐かしがった試しがない。 金物棚の時代でも鍛冶屋町の裏長屋よりはましな生活をしたに違いないがあの自分は良かったと一言口にしたことがなかったむしろ裏棚へめり込んで不審場の手伝いなどするようになってから時たま味噌を魚に一合の酒をすすりでもするとまるで倉庫を崩してうめえなあと舌包みを打つ俺にはこれが極楽だなんぞとも言った 中太郎の記憶を信じてよければその裏棚で暮らしている間ほど幸福そうな父親を見たことがなかったそして死ぬ時には中太郎に向かって「正直に死な」と繰り返し繰り返し言ったものだ「バガと言われても白痴と言われてもいい正直にやってゆきなあこぎなことしてもうけだって」 人間が寝るには畳一畳でたくさんだ。飯は三杯寒くったって着物を枚とは着られねえ。欲をかくな眠ってからうなされねえように生きるのが人間の道だぜ。カニはその甲に似せて穴を掘るという恐ろしく悟ったようで。 何とも馬鹿げた遺言をしたものであった恋は男の正真正銘なあ電さんと忠太郎は手酌で一杯ぐっとあおったおめえも俺もつまりはこういう生まれつきなんだそれでいいとしようじゃねえか他人の小股を救おうとめっぱりっこで悪せくするより 自分にできるだけのことを精一杯やって、誰の泣きも見せず正直に暮らしていれば、いつか一度は俺たちの値打ちもわかる時が来るだろう。もしこの世でわからなくたって、死にゃ一律一体だ。百万長者も叩き大工も、閻魔の町へ行けば裸一貫よ。その時こそは勝負がつくんだ。そう思って辛抱しようぜ。なあ、デンさん、そう思わねえか。そうかな。 お前までそんなふうに考えてるのかな伝七郎は渋いような顔をした「俺は忠さんぞは腕利きの大工でもうじき親方にでもなる羨ましい身分だと思っていたんだわからねえもんだな」こう言って片手で肩をたたこうとしたが途端に「いで!」。 と叫んで亀の子のように首を縮めたどうしたんだい背中のここがわいてえ顕微切れもつったんじゃねえかそんな痛みじゃないんだがどうと言いかけて電七郎は低くうなったああそうか 村松にやられたんだ村松って銀の字かうん今日また例の手で無理やり稽古つけられたんだ引っ張されて飲めるところを後ろからひょいとつかれたがあれだひでえことしやがる傷にでもなってやしねえか何そんな大げさなもんじゃねえ それにこんなものはもう一つのことに比べればお笑い草さもう一つのことって他にまだ何か悪さやったのかあいつ言いかけてちょっと口ごもったがいい加減酔ってもきたし口惜しさが羞恥心に勝ったのだろう彼はぐいと前みになってこう言ったあいつ今日 道場の真ん中で俺に恥をかかせやがった。そんなにだらしのねえ手をしてると、いくら焦がれたって、美しい人に嫌われるぞとよ。美しい人ってのは何だ一口に言えば女ということさ。恥を言わなきゃありが通らねえ。お前だからざっくばらんに行っちまうが。中さん。 俺には三年前から心に思ってる人がいるんだ。初耳だぞそいつは相手は道場の師範の娘さんで三江というんだ。世間並みに言えば美人というほどじゃねえだろう。背も低いし色もあんまり白くはない。ただいつも笑ってるような目と。 左の目の下にある泣きぼくろが何とも言えずかわいらしいんだ。けれども相手は藩の師範の娘だし俺はこのとおりの人間だ。逆立ちをしたって及ぶ恋じゃない。それはよく分かってる。だからこそ今日までお前にも打ち明けずにいたんだが隠すより現れるだな。そうだ。 金の城のやついつか勘づいていたのだろういきなり万座の中でばらしやがった伝七郎は新しく勘のついた徳利を取って3倍ばかり立て続けにあおった「だがあんな法はないんだ俺が光恵という娘を思っているのは全くきれいな気持ちだ」。 雪のようにきれいな気持ちなんだ。この恋をかなえようとか、自分の女房にしようなんて気持ちは、これっばかりもない。ただあの娘が幸せであるように、あの目がいつまでも笑っていられるように、心からそう祈ってるだけなんだ。そして、こいつはそう楽なことじゃない。心底から好きになり、 身も世もなく心を引かれて寝る間も忘れないほど焦がれていながらとても自分の手には届かないと諦めて陰でそっと幸福を祈っているなんて男としてこいつは随分つらいことなんだ人の大勢いる前でからかい面で口にするようなそんな軽はずみなものじゃないんだ こう言っているうちに伝七郎の目からすばらしく大粒の涙がポロポロとこぼれその一滴がちょうど口のところへ持ってきたきの中へ落ち込んだ人間の習慣は面白いもので伝七郎がそれが豆粒ででもあるかのように慌ててつまみ取ろうとしたのは気管であったあいつはそういう人間だ とたが食いしばった歯の間からうめくように言ったあいつは世の中に怖いものはねえと思ってるもう4年ばかり前のことだ久しぶりで大手先で行き合ったから声をかけたんだこっちが少し酔っていたせいもあるそれでなくってあんな野郎に口をきくんじゃねえほろ酔いでいい心持ちだったもんだからひょいと声をかけたするとあいつが何と言ったと思うでんさこうだ こういう目で見やがって下ロを下がれとぬかしやがった。下ロを下がれ。昔は一緒に草っぱらでトンボを追いました中じゃねえか。いくら出世をしたからって、んぼ武士と町人だからって、幼な友達をゲロということはねえだろう。そうか。そんなことを言ったか。ほら知ってるんだ。 中太もそろそろ酔ったようであるくるっと裾をまくるしぐさをして「なぜならふんどし一つでまくる着物を着ていないから」片膝を立ててから言いだした「あいつこの春あたりから新北の色町へ入り浸りになってやがれご家中の和訳を取り巻いて遊ぶんだ」。 女を取り持ったり酒で殺したりずいぶん汚ねえおべっか使ってんだその上自分でも3人とか5人女を引っ掛けてるって評判だ俺はちゃんと知ってるんだ偉そうな面してるがあいつはインチキ野郎だ踏まれた草の歪むの美容そいつは違うそれは違うぞ中高 そういうい自分の声で電七郎はひょいと目が覚めた辺りはほの白い光がみなぎって新刊と何の物音もしないいやどこか遠くで小鳥のさえずりが始まっているドキッとして跳ね起き恐る恐る見回すと自分の部屋に寝ているのだった彼はほっとふといきをついた やれやれ、俺はまた中高の家ででも寝てしまったかと思ったそれにしてもよく帰ってきたといまさら胸をなで下ろすような気持ちである彼はもう一度太い気をついて寝床の中へ潜り込もうとしたが酔いざめのひどい渇きに気がついてそっと炉の前へ入っていった そ彼は炉にかけてある湯釜の蓋を取り冷たいやつをひしゃくでくんで飲もうと口へ持っていった途端「バカ者何をする!」と後ろからどなりつけられた時系の角之の助が立っていた「ひしゃくへ口をつけて飲むバカがあるかそんなに飲みたかったら表へ行ってどぶの水でも飲むがいい」。 それが貴様には似合ってるぞ。そうしてもいいですよ。さすがに電七郎もムッとした。彼は時計から目をそらしながら、多分長いけの名誉になるでしょうからね、と言った。何？もう一度言ってみろ、貴様。聞いたふうなこと申して。どうって兄上が。黙れ。口答えをすると殴るぞ。 拳を突き出しながら近寄ってきた年七郎は黙った角之助は弟の顔を警部に絶えぬもののようににらみつけたが小言を言う張り合いもないと言いたげに舌打ちをして朝食が済んだら木下に手紙を出させて掲示を貼っておけと命じた私がやるんですか お前に命じるからはお前がやるに決まってるじゃないか。庄兵衛がいつも張ってるんでしょ庄兵衛には用があるんだ。お前は遊んでいる体じゃないか。文句を言わずに「はい」と言ってやれ。2,000枚ばかりするんだ。晩までだぞ。そして彼はさっさと去っていった。伝七郎はべそをかいたような顔でしょんぼりと。 湯湯のざましを組んだ「朝食のあとすぐ家父の木下老人に細川紙を出してもらい版木やバレンや色壺や皿や刷毛などをそろえ用部屋で桂枝をすりにかかったこのごろは家にいるとよくこんな雑用を命じられる長い家には十人ほど菓子や下僕がいるので」。 その者たちにさせればよいようなことも「伝七郎やれ!」と押しつけられる歌手たちに対しても恥ずかしいし同じ父の子で自分だけがそんなふうに扱われることも情けなかった「俺がぐどんだからだ」そう思って諦めてはいるが時には悔しくなって一人で涙をこぼすこともあった半木 竹で紺を塗り髪を当ててバレンでこすり擦れたやつを剥がして重ねる単調極まることを同じ手順で2,000回やらなければならない半時もするともうその単調さに飽き飽きしてきた吸ったのを数えるとまだ200枚にも足りなかったやれやれ 思わずため息をついた時歌手の木田庄兵衛が入ってきた彼はもう五十死後になり温厚な性質で伝七郎にとってはただ一人の味方であった「さあ私が変わりましょうご苦労でござりました」そう言って彼はそこへ座った「何か用事があるのじゃありませんか?」。 いいやご用はもう済ませてまいりましたおに上方も皆さんご登場でござりますさあもう用うございますじゃあ頼みます伝七郎はほっとしながら立ち上がった「二千枚と言ってましたからね晩までにやっておいてください」。そしてにげるように 用部屋から出ようとしたがふと戻ってきて「木田さん少しありませんか」と小さな声で言った「顔の赤くなるのが自分ではっきり分かった」「庄兵衛は黙ってうなずき紙入れから幾く,くかを取り出し返しに包んで差し出した」「すべて無言だしこちらへ目も向けない」 すみません伝七郎は手早くたもとへ押し込むと今度は逃げるように廊下へ出ていった伝七郎はまっすぐに鍛冶屋町へ行った酔った翌日はまた飲みたいものだそれにゆうべは中太郎のおごりだからたまにはおごり返して義理も果たしたいと思った。 何しろ父がくれる小遣いといったら雀の涙ほどのもので酒を飲むなどということは夢にも及ばないよほど飲みたいときには中太郎のところへ行くか庄兵衛にねだるかするよりしかたがないのである福山藩十万石の中老のせがれにたたき大工のふるまい酒を飲ませればさぞ名誉だろう。 などと腹の中で父親に悪態をつくが面と向かっては目も上げられないのだ「そっちがそういうつもりならこっちもそういうことになってある」「<laughs> 俺だって一部やごりの意地はあるんだ」そんなふうに息巻いてみるけれどそして自分ではいっぱしひねくれるつもりなのだが。 消というううもものはどうしようもなく、彼は依然として気の小さい馬鹿正直な善良すぎるほど善良な電子七郎でしかなかった鍛冶屋町の路地の入り口で彼はたもとの紙包みの中を調べてみたそして思ったより多分に入っていたのだろう思わずニヤニヤと笑いながら 元気に路地へいっってった。ところが中太はいなかった隣の女が「うさんは仕事ですよ」と教えてくれた「そのはずである」彼はがっかりして路地を出たが途端に向こうから村松銀之丞とばったり顔を見合わせた「高根の花も取れば取れるもの」。 伝七郎は初め化かされたような気持ちだった「会うといきなり一杯つきあえ」と誘われそのまま新北の花街へ来てこの小花という茶屋へ上がった茶屋の女たちは下へも置かぬもてなしでこうが並ぶとすぐ鍵が来る美しい手で左右から尺をされ共演ともたれかかったり 肩なんぞたたかれるという夢のような世界とになったのだこんなことは生まれて初めての子七郎大げさに言えば魂も宙に飛んでしまい骨抜き土壌のようによってよしこりのたぐいの化かすにもせよただこの宣教の消えであれかしと願うだけだったこちら様はどこかでお目にかかっているわ 確かに覚えがあるんですもの。さっきからしきりにそういう女がいた銀之丞はひどく真面目な調子で「冗談を言ってはいけないそちら様は禁言一方でなかなかお前たちのようなものにお近づき遊ばすご身分ではないしかも今さる立派な家のご息女に思いつかれていらっしゃるんだ」。 お前はそちら様のご兄弟と思い違えているのだろう。こちらのご兄弟って？えのき屋敷の奈々様さ。あら、こちら永井様の？女は奥様に目を見張った。本当にそう伺えば横顔が似ていらっしゃるわ。そしてどこかのお嬢様に思いつかれていらっしゃるというのは本当なんですか？ うならどうするいいえ正直の話本当ならそのお嬢様のおめはは多幸ごさんすよ女にとってこういう殿ごが一番身があって頼もしい方なんですもの憎いことねそんなと伝七郎は座り直した「いかんぞ村松そんな根もないこと言って」。 こんなところでまで俺に恥をかかす方はないじゃないか俺は事実を言ってるんだ銀之丞は相変わらず真面目である友達としてありのままを言ってるんだお前は考え違いをしている相手が大変お前に心を惹かれているという事実をお前は知らない一体電七郎はちょっと色をなした 一体それは誰のことを言うのかねここで名を言って言いいなら言おう。だがそんな必要はないはずだ。元気を出せ長い。高根の花は登って行っておる人間のものだ。お前は十万石の中楼の子だぞ。相手とは身分が格段に違う。しっかりしろ、伝七郎。信じられない。伝七郎は がくりと神戸を垂れた信じられないよ村松あの人が少しでも俺のことなんぞ考えてくれるわけはないそんなことがあっていいだろうかそんな夢のようなことが俺は師範代としてあの家とはじっこんだあの人とも時には話すことがあるだから友達として助言をする気になったのさ あとはお前の決心一つだ。「中老職のご三男しっかり頼むぞ」「あらお安くないと」と女たちの「わ」っという騒ぎに取り巻かれた伝七郎は体中が火のようになり心臓が引き裂けそうに高鳴るのでむやみに盃を煽りながら深い物思いに浸った。 銀の城と別れて小花を出たのはもう暮れ方であった家へ帰ろうとして忠太郎のことを思い出し心も空に鍛冶屋町へ回った忠太郎は夕飯の支度でコンロに火を起こしているところだった「そんなことはよしにしよう」伝七郎は霊の紙包みを差し出しながら行 今日はこれだけあるんだ。何でもいいからお前の蜜繕いで早いとこ酒と魚を頼む。飲んで相談したいことがあるんだ。大いへんなケーキじゃねえかいいのかいいいとも。と言ったってそれっきりのもんだ。足りないところは我慢してくれ。冗談じゃねえ。 でんさんとおいらなら三日素グになれりじゃあひとっしり行ってくるぜ俺が缶の湯を沸かしておくからな中太郎は横っ飛びに表へ駆け出していった酒がきおかもちがきてあんどんに火を入れるとそれで席はできた何しろゆうべの今日だし伝七郎の方はもう入っているので きが回るととすぐ二人とも走ってきたもて「お前なあ中高お前ゆうべ村松の悪口を言ったがあれは少し違うぞどうして俺は今朝も寝床の中でそう言ったんだ違うぞってあんなことは友達の間で言うのじゃあないあれはよそうぜ」。 だだ。っってておいら知ってるんだ昔からそうだったがあいつにはまっとうでねえところがある油断のならねえ人の小股を救うようなところがよお前は世間の評判につられているんだ出る杭は打たれるという村松は学問も武芸も家中で何人と指におられる秀才だ現に足軽組頭から 組の筆頭柿役に出世しているが生半可なことでこんな出世ができるはずはない世間ではそれを妬んでいろいろ陰口を聞くんだけれどいくら陰口を聞いたって村松の出世をどうすることもできやしないみんな無能なやつらの妬みなんだ本当だぞ中高 そうかもしれねえ。だが、おらはきれいだよ。あいつはえれいかもしれねえし、出世もするだろうが。おらきれいだ。あいつはまっどうじゃねえ。友達の情というものさえねえもの。おいらのことをゲロと。そいつは余った。まあ、一つ行こう。岩へ卵を投げつける知恵俺もそう思っていた。 殿七郎は友達のきに釈をしながら言った「村松は友情のない男だ秀才ではあるが友達の情はない男だと思っていたんだ」「ところが今日そいつが間違いだということが分かったあいつはそんな男じゃなかった友達のことは心配していてくれるんだ」 どんなに心配していてくれたかということは。なんで泣くのか、デンさん。聞いてくれ、中高。俺はゆうべ、俺がある人に惚れているということを話したな。ああ、聞いたよ。そして男一匹、立派な惚れ方だと思うよ。あのことだ。道場の真ん中で村松が、そのことを言った。 万座の中で恥をかかせたと思ったがあれは俺に勇気をつけるためだったんだよくわからねえそれがどういう組み立てなんだ村松は今日こう言ったんだ元気を出してやれ相手は俺に心を寄せているんだ高根の花だって折れば折れるましてこっちは 十万獄の中老の子じゃないか剣術師範などとは身分が違う堂々とやってみろってさ相手が伝車に惚れてるって「惚れてる」なんぞとは武士は言わない心を寄せているというんだ俺もまさかと思ったが村松は師範代としてあの家族と親しくしているそれで察しがつくと こういうんだそれを銀之丞が面と向かって言ったのかい面と向かって言ったんだふん <laughs> 中太郎は首を振った何か頭に浮かぶものがあるのだが伝七郎と同様ごく単純にできているしおまけにもう酔っても来たからその浮かんできたものを捕まえることができない。 そこで彼は彼なりに結論を急いだ。そんなのデンさん思い切ってやるんだ。というと、銀の嬢の言うことをどこまで信用していいかわからねえが、元気を出せということだけは確かだ。俺はゆうべデンさんが帰った後で考えた。デンさんの掘れ方は立派なもんだって。男がそこまで掘れるということは冗談や出来心じゃあねえ。正真正銘竹終わったように。 綺麗なものだ。とすればなでンさん、ひとつ勇気を出してぶつかってみねえ。ぶつかるって、どこへぶつかるんだその相手よ、その師範とかいう娘の親父へ体当たりで行くんだ。だめだ。そいつはいけねえ。向こうはお前師範をするくらいの腕だぜ。体当たりどころかしない思った途端に、ポンポンと。 実をやるんじゃねえ申し込みだ申し込みつきましてはお嬢さんを嫁にいただきたい交渉面から当たってみるんだま待ってくれ伝七郎はブルブル震え出したそんなこと言って中高お前それは正気かもちろん正気だ銀之丞が勇気を出せというのもそれだがおいらは言うべきから考えてたんだ これが浮気やちょいとした出来心がんかなら別だが、男が性根から打ち込んだ恋だぜ。誰にはばかることもねえし、相手は剣術師範だ。おめえは中老の御三なんで押しも押されもしねえ身分だ。心配しねえで一つガンと当たってみようじゃねえか。嘘はねえ。うん。お前の言うことに嘘はねえ。だが、蓮ンさん男は度胸だぜ。 こっちは乗りかかった船の置いてに、頬をかけた調子で詰め寄った。正真正銘なところを押し切ってみねえな。万一行けなかったとしても、そうやって一人でうだうだしているよりさっぱりすら。何事にも決まりをつけるてえこは大切だ。やってみねえ。伝七郎にも少しずつ勇気が出始めた。さっき銀の城に言われたことが、 改めて思い出されたし忠太郎の威勢のいい調子が何とも言えず心をそそる「そうだいつまでも一人でくよくよしていたって浮かばれはしないだめなら駄目でいっそはっきりする方がいいかもしれない身分のこともあるし銀之丞の言うとおりもし少しでも密栄が自分に好意を持っているとすれば」。 そうだこいつは思い切って正面から当たって砕けよ伝七郎は歯を食いしばりながらくっと効果を上げた「よしやろう当たってみよう中さん決心がついたかい男は度胸だ誰にはばかることもない正真正銘なところでやってみる」。 勝敗は時の勢いその後はは何とか言ったっけ俺は奮然としてやるぞそれじゃあ前祝いだというのでさらに飲み出したのは覚えているがあとは夢中だった焼けつくような渇きに目が覚めると自分の部屋の濡れ縁にごろ寝をしていたびっくりして飛び起きると着物はじっとりと つに濡れているあたりはまだ暗いが東の方がほのじらんで栗屋のあたりから巻き終わる音が聞こえてくる井戸端へ行って鶴瓶から直に飽きるほど飲みもう寝るには遅いと思ったからついでに顔を洗ったさっぱりと目が覚めて初秋の未明の爽やかさが身にしみいるようだ いいようのない力が体じゅうに張り満ちて気持ちも常になくはつらつとしている「よしこの息だ半分は残っている酔いのためだが自分ではそう気がつかないこの息で乗り込んでやろうと思うと一世一代の勇気が湧いてきた上がろうとしたら長廷の平助が廊下の向こうからやってきて」。 かにいいじゃないかと珍しく当たり前な調子で呼びかけた「ええ早朝稽古に道場へ行こうと思いまして」とこちらも大いに張りのある返事をした「いい心持ちである」「そのままクリアへ行って炊きたての飯で塩むすびをこしらえさせ水を飲みながら3つばかり頬張ると着替えをして さっそうと屋敷を出てった「まかぬ種まで枯らされる運」「伝七郎はしきりに汗を拭いている」「相対して座った起きた左在門は今聞いた客の言葉に呆然としてにわかには挨拶の文句も浮かばない」「何しろ寝ていたところを起こされていきなり」 お嬢さんを嫁に欲しいといとうのであるうっかりしているところを面へ一本それも痛烈なやつを打ち込まれた感じで「うんー」と言ったきり絶句してしまったそして次にはそこに四角ばって座り例の不細工な顔をむやみに緊張させて「返事いかに」と固くなっている伝七郎の格好を見ると。 「今度はくすぐられるようにおかしくなり危うく失笑しそうになったので慌てて空関をしながら「よくわかりました」ともっともらしくうなずいた相手は藩の中老の息子であるいかにばかばかしくとも一概にそっけない態度は取れなかったお話はよくわかりましたが。 拙者の方にも存じ寄りがござるので数日のご猶予が願いたいよく観光の上追ってこちらからお返事をつかまつる。はどうかお願いいたします。伝七郎は二度ばかり抵当したがふと思い出したのでそれから甚だ勝手ですがお返事はどうか。 かにお聞かせください親どもにはまだ内分ですからどうかじかにお聞かせくださるようお願いいたします。承知つかまつった。ではその今日はこれで。追い立てられるような気持ちで座を立った伝七郎。外へ出ると思わず二三度力足を踏んだ。 男は度胸全くだ朝の光の輝かしくさし始めたちまたをこう見下ろすような感じで彼はつぶやいた「ことは当たって砕けろ」というやってみれば大したことはない沖田先生まさに気をつかれた形じゃないか何しろこっちは。 正真正銘の矢でも鉄砲でも持ってこいというところだからなえへんなどと大層な機嫌で屋敷へ帰った天下を取ったような気持ちでその日はくれた二日目になるとそろそろ不安になり三日目には公然と上がっていた額が下がり始めた稽古は確実なので あれから道場へ2回行ったが師範は何も言わないしそんなことがあったかというけぶりも見せない男は度胸もクソもない蓮七郎は聖徳の弱気に取りつかれて今はもう何もかもない昔に帰りたくなったすると6日目の夜のことである彼の居前時系の角之助が 足音荒く入ってきて「父上がお指だ!」と怒鳴るように言った「首の根をよくらってゆけ」ことによるとお手打ちだからなかわいそうなやつだ何がお手打ちですか文句を言わずに行ってみろ」ふ、うんといかにも無別に耐えぬように鼻では洗った「また小言か」伝七郎はうんざりしながら それでも袴の紐を締め直して父の部屋へ行ったそこには父の脇に長兄の平助もいた二人の様子は恐ろしく厳粛で伝七郎が挨拶をし座に着くまでそれこそ目も動かさず息もしないように見えた「このバカ者!」いきなり父の口をついて出たのが その一括だっだた。そして縮み上がる伝七郎の前へ一通の手紙を投げ出しながら「それを読んでみろ!」と言った彼はそれを取り上げて恐る恐る読んでみたなんとそれは紛れもなく起きた現在衛門からのもので申し込んだ縁談の断り状であった。 則より拙者娘ご所望のお話かたじけなく面目至極には御座宗らえども娘義はかねて御家中村松銀之丞殿と縁組つかまつるべき約束にてにわかに御意には添い金申し候さしながらせっかくのおぼしめしではあり拙者こと剣道師範を承る身に宗らえば 村松殿と御礼足と試合の上いずれとも勝ちたる方と縁組を致すが死闘なりと思案相定め申し相撲この胸村松殿に通じ相撲ところ依存これなく期日も来たる九月二日と決定致し申し相撲右の次第にござ相らえば」。 そこまで読むのが精一杯だっだた。全身ブルブル震えだしながら思わずその手紙をわしづかみにして「ひどい!」とつぶやく頭上へまるで石でも投げ打つように馬弦が飛んできたそれは長慶平助の声である「武士たる者が武を押しかけてその家の娘を嫁にくれ」などと自分の口から申す。 さような不面目なことは長い家の人間として許すわけにはいかぬ貴様にもそれだけの覚悟はあるだろうしかしそれはあとのことだ当面の問題は村松との試合だその手紙に書いてあることはよく分かったろうな伝七郎には何とも答えようがなかったただポロポロと涙が出た悔し涙といえば言えたがとにかく何かに手いたく 裏切られたという言いようもない涙だった。平助は続けて。貴様は勝たなければならぬ。たとえ死んでも勝たなければならぬ。万一にも負けるようなことがあれば、よし、父上が許すとおっしゃっても、我らがそのままでは捨ておかぬ。長生きの名誉にかけて、爪腹を切らせるからそう思え。試合まであと10日ある。 と父が付け加えたそれまでに十分に稽古をして今平助が申す通り必ず村松に勝つのだ起きたとのことはその後で究明する分かったな分かったら立て伝七郎は立った彼の頭は混乱し心は動転していた 世の中も人間も不信と虚偽の塊であること真実はいつも侮辱され落とされ踏みにじられることあらゆるものが救いようもなく自分の敵であることそんな考えが濁流の渦を巻くように彼をつかみ引きずり回した彼は溺れかかるものが自から逃げるように屋敷を飛び出した 毒を舐めれば皿までの孤児夜も10時となれば騒々しい裏長屋も寝静まってしまう真っ暗がりの危ない足元を拾い拾い中太の家の表へ来た伝七郎閉まっている戸をたたくとすぐに中から返事があった「誰だよ俺だ伝七郎だよ伝さんだって」。 かまわず開けて入ってくんなと言う「なるほど鍵なんぞかかっているわけはないガタビシするとを開けて入るすぐに後ろを閉めて上がると中太郎が安んに火を入れヤグを隅の方へ押し付けたこんなに老けてからどうしたんだ何かあったのかいあったんだすまないが水をいっぱい飲ませてくれ水はねえや ゆうざま何でもいい喉が火につきそうだ口からやってくんなかかる世界では部作法が作法である湯沸かしをそのまま取って差し出すのを伝七郎は口から吸いつくように喉を鳴らして飲んださあ落ち着いたら一つ話してくんな一体どんなことが起こったんだんさん 何もかもめちゃくちゃだ何もかもだ俺は腹を切らなきゃならなくなったなんだって腹だ切腹だよ一体それはどういうわけなんだ他に相談するものはなしやっぱりお前に聞いてもらいたくってきたんだ十3男の度胸がいけなかったよ と起きた師範へ体当たりをしたことから今日までの始終を手短に語った「俺は師範に言ったんだこれはまだ親どもにも内緒だから返事は必ず俺にしてくれどうか直に俺へ返事を頼む二度も三度も念を押したんだそれなのにあの師範のやつ まるで当てつけのように親父へ手紙をぶつけやがった。ひでえことするやつがあるもんだ。そいつはそれでも侍なんか。しかも剣術師範だ。銀の城に慕ってそうだ。あの人が俺をすいているなんて言ったが、もしそれが本当なら、親父があんなことをするのを黙って見ちゃいねえはずだ。そうだろう、中ん。 そうだろうと思うなことによるとあいつめれんさんを煽り立てて何かひと芝居書きあったぜとすると9月2日の試合がだってあいつが何のためにこんな手数をかけてわざわざ俺と勝負する必要があるんだそんなことは分からねえあんなにンチ野郎のすることはおいらなんぞにん見当がつくもんかで 腹切りってのはそれがさ村松と勝負をして勝てばいいが負けたら長井の名誉のために爪腹を切らせるというんだ脅かしじゃないあいつらは亀とか面目なんぞのためなら本当に人間の二人屋さんに平気で腹を切らせかねないんだ俺が村松に勝てないことが分かりきっているとすれば。 つまりもう腹を切るというのは決まりきったことじゃないか」。伝七郎は話すだけ話してしまうともう身も心もくたくたといった感じで霊の背中を飲みにでも刺されたような充面を作りながらげっそりとうなだれ込んでしまったあらゆるものが死に絶えたように と寝静まった長屋のどこかで、心細くも生き残ったコオロギが一匹コロコロとはかげにむせび泣くのが聞こえる中太はありもしない知恵を絞って絶体絶命のともに何か打開の道はないものかと思案を凝らしていたが考えるという習慣のない人間だから妙案を思いつく前に 眠くなってきた。そしてこくりと神戸をのめらして「しまった!」と思った途端にすばらしい計略を考え出した「礼さん!」と彼はむき出しの膝小僧をたたいて体操厳粛な調子で切り出した「おめえこうなったら腹を据えようじゃねえかどうだ?」。<laughs> そそれじゃあやっぱり腹を切るのかそうじゃねえ腹を切るつもりで土地を売るんださすがに中太の計略らしいが伝七郎にはとんとわからなかった土地を売るんだって俺は地面なんぞ持っちゃいねえぞあったところで何のために地面を売るんだ <laughs> そうじゃねえずらがるんだ泥を決めるのよ なんだかお前の言うことはさっぱりわからねえ。頼むからへと気をしていってくれ。ちえてな。つまりこの土地から逃げ出そうというのよ。男一匹死ぬ気になればどんなた国へ行ったって食うくらいのことはできる。これまでのことはきれいそっぷり切り捨てちまうんだ。そして新しい土地へ行って新しい暮らしを始めるんだ。どうだこいつは。 いいと思うけれども俺はいいと思うけれどねしかし親父や兄貴たちがうんというかしらはっきりしねえなドローンを決めるのに親兄弟と相談するやつがあるかい黙ってつらがるんだ誰にも知られねえように逃げ出すんだよ。はあ、と伝七郎は初めて生き返ったように体を起こした。 そんならいいも悪いもない逃げようすぐ今夜にでも逃げようまあ待ちねえ自分の妙案に気をよくして忠太郎はここでぐっと落ち着きそこにある湯沸かしを取って口からじかにゴクゴクと飲んだそれから伝七郎の目をこういうふうに覗き込んで「伝さんは」 毒を食わば皿までという地口を知ってるがと言った「地口とくるところが凝っている」伝七郎は生真面目にうなずいて「知っている」と答えた「娘危なし宵闇の秋」「この土地をずらかるとなったら打つ手がある」「軍司忠太は声を低くした」「それはその何とか言う師匠のお嬢さん」 その人を担ぎ出すんだ担ぎ出すおめえの声は正真正銘まじりけのねえきれなもんだそしておめえをこんな土壇売りを追い込んだのもとはといえばそのお嬢さんのためだろうおめえがずらかればお嬢さんはどうなるあのインチキ野郎の議員的の女房になっちまうんだぜ口惜しくはねえかでんさんこちらは熱湯でも飲んだように顔をしかめた 男の本音で混じりっけなしに惚れたおめえは国を売り、肝心のお嬢さんを銀敵の女房になる。そんなちょぼいちがあるかい。おめえが我慢するにしたって、おいらが黙っちゃいねえぜ。そう言ったって、中さん。そんなことが。できるよ。俺がやってみせる。汚ねよくや曲がった根性でやるんじゃねえ。正真正銘、こればっかちの嘘もねえ恋のためなんだ。 それも他に打つ手がなくってギリギリ決着のどうしようもなくってやることだ。誰にはばかることがあるもんか。堂々とやんねえな。そうだ。こいつは正真正銘のギリギリ決着だ。手を貸してくれるか、十三いいとも乗りかかって船だ。もろ肌脱ぎでやろうじゃねえか。まことにすまない。伝七郎はそこで。 膝の上へ手を揃えへをた本当ならいくらか力にならなければならない俺がはべこべにいつもやっかいをかけ通した上とうとうこんなろくでもないいざこざに巻き込んでしまったただ一人の友達の前にこんな迷惑をかけようとは思わなかっただがいわしてくれ本当に俺はうれしいうれしいちゅうさん。 それを言うことはねえやおめえ俺を流せるぜ中太郎は喉に何か絡まったような声で言った「二人がこのようなかんばしからぬ相談をしたことについてあまり怒らないでいただきたい」というのはそれほど知恵の周りのよくない彼らのたくらみが。 そううまく思う壺にはまる道理がないからである。それにしてもとにかく彼らがその計画を進めたことは事実だった福山十万石といっても三都の繁盛とは違って田舎の城下町だからこういう時には話は早い伝七郎は姿をくらましている身分なので長屋の一間に閉じこもっていたが中太は3日ばかり飛び回って きたの方をすっかり調べてきたそれによると8月28日に藩の重役で阿部内樹という者がいるその屋敷で姉娘が近く嫁入りをするため親しい娘たちを集めて別れの宴会を設けることになったそれ北へ沖田の光栄も招かれてゆくということが分かったのである「デーさんこいつだ!」。 中太郎はすっかり意気込んでいった。何しろ集まるのがくれ六つというんだから、早くたって帰りは8時になる。お暮らしたの辺さんから柳工事までの間には、少林寺の藪小路があるから持ってこいだ。やるならこのほかにおりはねえぜ。いいだろう。その人を決めよう。それからこいつは伝さんにはどっちでもいいことだろうが。と言って、 伝七郎の失踪は父や兄たちにとって大変な打撃だったのだろうあの翌朝から密かに手分けをして八方へ追っ手を出すとともに城下町を随分探し回ったらしいだがこの鍛冶屋町の裏とは気づくはずもなく大体のところ諦めた模様だということだった そうだろうな。伝七郎はニヤッとした。俺がここでててんを決めたとなれば、面目丸つぶれだからな。なんでててんというのはお前が教えたんじゃないか。地面を売るというのよ。そりゃドローンを決めるんだぜ。それから地面じゃねえと地を売るだ。あ、はあ、ドローンか。 何でも太鼓をたたくような音だと思ったっけお笑いだ2二人は声を忍ばせて笑った逃げ口はこの道かこの道その先はこうと荒まし手順がついたそして彼らは酒を飲み出した何しろ二人とも馬鹿正直の小心者だから こんな大それたたくらみを抱えてシラフでいられるわけがないそこで酔っては両親をくらましながらなるべく景気のいいことばかり考えたり話したりひたすらその日の来るのを待つかくていよいよ八月十八日の酔いとなったおしたというところにある安倍内輝の屋敷から起きた三栄が出てきたのは 今の時間にして9時ちょっと過ぎた頃であった友は老人の下僕一人である縄文を書いた提灯で道を照らしながらそこから西へ辻を曲がり大きな屋敷ばかり並んでいる通りを足早に歩いてゆくやがて少林寺前へと差しかかった木造ながら閻魔のご利益 松林寺という寺の前から一丁ばかりは片方は墓場片方は藪と杉林の寂しい道になる俗に藪工事といってほんのわずかな距離だが昼までもひっそりとした場所だスタスタと急ぎ足にやってきた三重と下僕がちょうど寺の門前を通り過ぎた時である真っ暗がりの中から飛び出してきた伝七郎が いきなり下僕の持った提灯をたたき落とし中太郎が娘へ飛びかかって羽交い締めにしながら手で口を塞いだ「泥棒泥棒」泥棒なんと思ったか老下僕はそうわめきながら逃げ出す伝七郎はちょっと間をついた「泥棒」と言われようとは思わなかったからけれども利いを解いている暇はなかった。 さん痛いて痛いてと中太郎が悲鳴を上げている彼は三枝に手を噛まれていたのだ猿靴はおかましてくれ手ぬぐいは俺の懐にあるいやしまる方が先だこわばれちゃ始末に行かね痛いてがちぎれちまう。早くしてくんな、ま、待ってくれもうじきだこっちは命までもと思っている人だから 痛くしまい怖がらせまいと手加減をするのでテキパキといかないだいぶまごまごしたがそれでもどうやら手足を縛り猿つあをかませて二人で肩へ担ぐなり打ち合わせどおり裏道を通って駆け出した駆け出すまではそうでもなかったが駆け出すと間もなく二人とも恐ろしく怖くなってきた。 さっきの下僕は家のあるところへ行くなりわめき散らしたにそういないこの城下でこんな出来事はまれだしまだ酔いのことだし聞いた者はみんな飛び出してくるだろうすぐに藪小路へ駆けつける番所へ知らせる起きた絵はもちろん役人へもつげに走るむやみやたらに手を回して四方八方から追っかけてくるだろう 提灯追い詰めてくる足音その叫び声などそのありさまがまざまざと目に見えるようだったそれでやたらにかけ続けたけれどたとえ娘でも人間一人そう軽くはないこいつを担いで休みなしにかけるというのは無理であるしかも闇夜のことで道を迷い定めておいた逃げ口から外れたりしたので。 広い田んぼへかかる林の中の道まで来るともう意地にも我慢にもかけられなくなった「伝さんやすもう裏死にそうだ」「ほらもう息が止まりそうだ参った」「いやここで下ろしちゃいけねえ向こうにお堂みてえなものがあるあそこへ行ってやすもう道の上じゃあおての目につくから」道を右へ切れると 大きな杉の木が林になのがにっている。その奥に古びたお堂があったそこへ行って娘の体を下ろす途端に二人とものけざまにぶったおれて今にも死にそうにハーハーとあえいだ「の喉が渇いて焼けつきそうだ」伝七郎が干からびたような声で言った中太もようやく起き上がって。 よよし、しおいらが水を探してこようその間おめえはお嬢さんと胴の中で隠れていてくんだこう言って中太は伝七郎と一緒に娘をお堂の中へ抱え込んだがその途端に「ヒューッ!」と妙な声を出して飛び上がった「びっくりするじゃないかなんだあれを見な」ええ。 伝七郎も思わず声を上げそうになったついそこに閻魔大王の像が安置してあるのだ高さ六尺ばかりで他の部分はよくわからないがいかめしい顔の金を塗った大きな目が闇の中におどろおどろしくこっちをにらみつけているなんだ閻魔の木像じゃないか。 ひょいと見たら真っ先にあの顔があったんだ。ほら、肝がつぶれ出せ。しかしこれでようやく見当がついた。これは柳瀬川の私へ出る道だぜ。するとこれは赤円間だな。こいつは思いがけねえ好都合だ。私船を奪って海へ抜けるという手がある。が、とにかく水を探してこよう。中太郎はそう言って立つと、そこに備えてある花立てを取って外へ出て行っ 後に残った伝七郎そこに倒れている三栄を静かに起こしてやったがやわらかい体の手触りと蒸すような香料に打たれてにわかに相手が哀れになりだした「光栄殿何とも申し訳のないことをしてまことにすみません」と彼は声を震わせながら言った。 しかしこれ以上乱暴な真似や無作法なことは決してしませんしもしあなたがそうですあなたがもしお望みなら無事にお宅へお返しをいたしますただ一つこんな無謀なことをしなければならなかった私の心中を察してください他のことは何も言いません 私はあなたに身も心も奪われていました。もちろん私は自分の値打ちを知っています。学問も武芸もできず、人間はこのり見り醜いし、口もろくに聞けない、全く取り柄のない人間です。だからあなたを妻に欲しいなどと考えたことは一度もないし。 自分の心を知っていただこうとさえ思ったことはありませんでしたただ遠くからそっとあなたを見ることあなたがいつまでもお幸せで絶えず微笑んでいるような美しいお顔つきが曇るようなことのないようそう祈るだけで満足していました嘘も隠しもない 本当に私はそれだけで満足していたんです。だからもし村松銀之丞からような話さえ聞かなければ今夜このような浅ましいことにはならずに済んだでしょう。負けを知らぬ人の負けよう。こうなったらはっきり言いますが。 と七郎は続ける。口が下手どころか今夜の彼はただ人間が切羽詰まった誠心誠意を込めた場合にのみ天の意によって表されるようになかなかの能弁だったついこの間ですが村松が私を去るところへ呼んであなたが私に好意をお持ちだと。 ごめんなさい村松が言ったのですからそして勇気を出してやってみろとけしかけたのです初めは信じなかったんですが恋に目もくらんでいたしご覧の通りの愚直者ですからついその気になってお父上へあんなご相談にあがったのでした。 それからのいきさつは多分ご承知でしょうから省きますそして分かっていただきたいのはこれだけなんです私に少しもいやしい気持ちのないことただ心からあなたのお幸せを祈っていることこれだけ知っていただけばもう私には何の望みもお願いもありません え何かおっしゃいましたか娘は猿器をかまされた首を振り嫌々いやいやをするように身もだえをした伝七郎はそれがあらゆることを拒否する身振りのように思え胸がキリキリと痛みだした「あなたには分かっていただけないんですねまったくそれが本当でしょう」。 こんななまる乱暴しながら心がきれいだと言っても信じられる通りはないあなたには多分お笑い草でしょうこんなことを言い出すのはすでに両親の嘉釈というやつが始まった証拠である変に息苦しくなり心臓がドキドキ激しく打ち始めたその上いけないことに閻魔大王の像が 鼻先に睨んでいるだんだん目が暗がりに慣れてくるから顔形体つきまでおぼろげに見える大きな口をクワッと開いて巨大な両眼を怒らしてはったとめつける形相は暗がりのおぼろな中だけに生き生きとして今にもその口から「カツッとふと舌が飛び出しそうに思える。 んしのがずつ縮んできた。「見舞いとすれば余計に怖い身をすくめながらそっぽを向いていたがやがてたまらなくなったのだろう」「眼前として立つ閻魔の像の方へちょっと神を下げ『さあ三枝殿帰りましょう』とおろおろ声で言った」 もう言いたいことはすっかり申し上げたし何も心残りはありませんお宅まで送ってまいりますお立ちくださいこう言って立たせようとしたその時である表の方から中太郎が「大変だ姉さんこっちへ追っ手やってくるぜ」と叫びながら飛び込んできた「何追っ手だって 向こうに柳瀬川に落ちる小川がある昔一緒に船やカニを取りに行ったことがあったあれを思い出したので少し遠いが走って行って水を汲んだ二口三口飲んで電車の分を汲んで戻ろうとすると川沿いの道を提灯が123もやってくるんだ行けねえと思って草やぶの中へ飛び込み這うようにして帰ってきたんだがほっぺはあの飛ばしのところで四方に分かれたそのうちの提灯が1つ俺の後から今こっちへやってくる そうかそりゃかえって世話なしだったどどうするんだいんさん見ていればわかる話はあとだお前はお嬢さんを連れてあとから来てくれそう言うなり伝七郎はまことに決然たる足取りで外へ出ていった彼が道へ出るのとほとんど同時に提灯を持った一人の侍が 北からやってきて危うくこちらと突き当たりそうになった「どれだ!」と相手は驚いて提灯をあげるその顔を見て伝七郎ははっと叫んだ「村松お前だったのか」「何だ電子じゃないか」「いいところへ来てくれた貴公は沖田の三ど殿を探しているんだろうそうだ」 知ってるのか。知ってるとも恥ずかしいが三枝殿を奪ったのはこの伝七郎だ詳しい話をする暇はないがあの人は無事であそこにいるこれから家まで送って行こうとしていたところだ気候に渡すから連れて行ってくれそんな高い声出すやつがあるか銀の城はそう言って 一歩こちらへ寄った貴様がせっかく奪ってきた女だいいからどこへでもこのまま連れて逃げろえな,なんだってこの道を柳瀬川へ出れば私があるその船で海へ下がれば間違いなく国越えができるだろうそっちへは追っての回らないようにしてやるから早く行け待ってくれまあ待ってくれ俺はもうこれ以上 あのの人に何の望みもないんだ俺は後悔しているんだ。気候はあの人の体に何か傷でもついたと思うかもしれないが、決して断じてそんなことはない。神に誓って言うが、あの人は全く政治を無くだ。たくさんだ、そんなつまらぬことを言う暇に、早く逃げろというのは何も貴様のためじゃない。 俺のためにもその方が都合がいいんだ。聞こうに都合がいいって。こうなったらはっきり言ってもよかろう。俺はあんな娘などに未練はないんだ。むしろあんな娘と結婚することは迷惑なくらいだ。俺には少しばかり大きい野心があって、長い間ずいぶん種をまくのに苦心してきた。それがようやく実を結び始めている。 今ここで剣術師範の娘なんぞを嫁にしたらこれまでの苦心の半分が無駄になってしまうだからいつか俺は貴様に勇気を出してやれと言ったじゃないか俺との試合にだって出ればよかったんだ俺は負けるつもりでいたんだからなそして銀之丞は静かに笑った愚か者にも笑う順番わからない 伝七郎は神戸を振った。俺には気候の言う意味がよくわからない何がわからないだってもし三栄殿と結婚するつもりがないのなら俺を焚きつけたり試合をするなんてめんどくさいことは抜きにしてはっきり嫌だと断ればいいじゃないかそこが俺には合点がいかないんだそのわけなら 私が存じております突然二人の後ろでそういう声がした全く突然だったので二人ともぎょっとして振り返るそこへ三枝が静かに歩み寄ってきたその後ろにはさらに忠太郎がかなり得意な目つきで護衛者のように突き従っていたそこの杉の木の陰で お二人のお話は大抵お伺い申しました。長井様にはいろいろ申し上げたいことがございますけれど、まず一つだけ、今お分かりにならないとおっしゃったことをお話申しましょう。村松様が私との縁談を嫌いながら、なぜはっきり嫌だとおっしゃれなかったか、それは村松様が私の父に。 かなりの多額の借財をしていらしたからですそして私は何も存じませんでしたけれど借罪をなさるについて父と村松様との間にご出世の上は私と結婚するというお約束があったようでございましたそれでご自分から嫌とおっしゃることができなかったのだと存じますおい絹次 と三つへの後ろから中太が顔を出した。とうとう化けの顔の剥がれるときは来たな。俺ずっと前から知ってたんだ。貴様がまっとうでねインチキ野郎だってことよ。レンさん、おめえにも今度こそ正体が分かったろ。ちょっと待て。レ七郎は中太を制してぐいと銀の錠の顔を覗き込んだ。 今の三江殿の言葉を聞いたか村松聞いたよそれで何か言うことはないかまずないな歌舞伎役者のような美貌が提灯の光を受けて闇の中にすごいほど美しく浮いて見える彼はさすがに少し青ざめたが童謡の色などみじんも見せなかった。 伝七郎はその顔をまじまじと見守っていたが突然「ハハハハと笑い出した3人があっけに取られている前で実に爽快に彼は笑ったのであるそして笑いやめると同時に「おい金之丞」のとのしかかるような調子で怒鳴り出した 貴様、そんな男だったのか貴様そんなくだらない男だったのかそれがどうしたよく聞け。俺はな貴様にどんな意地の悪いことをされても、万座の中で冷や汗をかくような目に遭わされても、それから貴様についてどんな悪い評判を聞いても、決して貴様を恨んだり憎んだり、軽蔑したりしたことはなかった。 なぜなら、俺は貴様を信じていたからだ。貴様が素晴らしい秀才で、学問にも武芸にも優れてい、知恵、才覚も衆を抜く、立派な人物であり、福山藩のためにやがては中席となる男だと信じていたからだ。ところが実際はどうだ出世したさに上役へ賄賂を送り、共謀をする。 しかもそれが他人から借りた金だし、その金のために婚約をしながら、うまく俺をおだてて娘を押しつけ、自分はもっと身分の高い家とでも縁を結ぶつもりだったんだろう。おい銀の城、貴様、そんなちっぽけな、薄汚いケチな奴だったのか。それでも武士だと言って歩けるのか。言うだけ言ったら知らせろ。 と銀丞は静かに提灯を傍らの木の枝へぶら下げたそれからこちらへ向き直り左手で刀のつば燕を握りながら村松銀之丞がちっぽけな男かどうか見せてやるおっ伝七郎は飛びのいたき貴様俺を斬るつもりか俺には野心がある しかもそれはもう手の届くところに来ているんだ。邪魔になるものはどけてゆくより仕方がない。よし伝七郎はぎゅっと唇を噛んだ。よしいいともこれまでは貴様に頭が上がらなかったが。だが今はもう違うぞ俺には貴様の正体がわかった貴様のその、汚れ腐った少年で、 嘘偽りのない俺の正真正銘が切れる道理はないやってみろ銀之丞伝七郎の声の尾を断ち切るように銀之丞の腰から白い電光が飛んだ「ヒという声を上げて伝七郎は23軒後ろへすっ飛んだがそれでも素早く刀を抜いて身構えをした銀之丞は唇に冷笑を浮かべながら 下段に刀をつけてじりじりと間を詰めるまるで獲物を狙う蛇のような言い知れぬ容器がその全身から発する感じだこれまでの伝七郎ならそれだけですくんでしまったろうだが今彼は銀之丞を上から見下ろしているそこの底まで警部し癒しめているだからそんな容器なんぞは点で感じないのである そして彼は大胆不敵にも刀を上段へ擦り上げた「えっ!」という気合が飛び銀之丞がさっと切り込んだ伝七郎は上段の刀を力いっぱい振り下ろしたなんと切り込んだ銀之丞はそのまんまつんのめり伝七郎は刀を持って棒立ちになっていた勝負どころを見たのは三重である。 銀の錠の踏み出した第一の足が石につまずいたのだそしてつんのめった銀の錠がそのまま起きないのでよく見ると頭から右の目へかけてスッと切られていたおいデンさん傷は浅手だ銀的はまだ生きてるぞ中ュにそう怒鳴られてデン七郎は振り向こうとしたしかし体中の骨や筋がこわばって 身動ききができない。だがそれより先に三重が「いいえもういけませんこれで勝負はついています」と凛とした声で言ったそして村松様はもう推しになすったのも同様でございますそういうのを聞いたのだろう伝七郎は金縛りが解けでもしたようにそこへくたくたと尻餅をつき 銀能城、来たと情けない声を上げて笑い出した。要するに彼は二度笑ったわけである。だが二度目の情けない笑い声の中にどんなに豊かな力強い自覚があったかということは当人以外には知ることができないに違いない。俺は知ったよ。 と伝七郎は言う暗がりの道を柳瀬川の渡し場の方へ歩きながら忠太郎と三重に向かって彼は能弁に語る「世の中で立ってゆくには銀之丞のようでなくてはいけない」「僧帽も引いで学問にも武芸にも抜きんでていなくてはダメだめだ」「俺のように愚どんな生まれつきの者は」 隅に引っ込んで首を縮めているより仕方がないそう思っていただがそれは間違いだった伝七郎は伝七郎で立派なものなんだ中太は中太でそのまま立派なんだいけないのは自分からダメだと思うことなんだわかるか中高いいちごもねえ ら、世の中がまるで変わったように見えら銀之丞はあれでおしまいだ三重殿のおっしゃるとおり銀之丞はもう福山藩では生きてはゆかれないなぜだそれに反して俺はこれからだ俺の生涯はこれから始まるんだ俺は今こそ生まれて初めて大手を振って歩ける なぜだろうこいつは大きな問題だぞ大きな問題はいいが電んやっぱり渡し船で海へ下るのかああ行けねえうっかり来てしまった電七郎はびっくりして足を止めたそうだ三江殿をお家までお送りしなければならなかったいいえ と三枝がさっきからの沈黙を破ってじっと伝七郎を見上げながら言った「私長井様とご一緒にどこへなりと参りとうございます。お連れくださいますでしょうか?」。「それはご本心ですかだって」と三枝は目の縁を染めながら表を伏せた。 こんな恥ずかしいことのあったあとですものいけないとおっしゃられれば甘になるよりほかはございませんわ。えへんと忠太が声を上げたではおいらはここいらで待て忠太と声をかけてから伝七郎は三つ江の肩へ手をやった三ど殿そのお言葉が本当なら ご一緒に城下へ戻りましょう城下へ戻って新しく初めからやり直しましょう伝七郎はもう逃げる必要はない長池の三男坊として真正面からやり直します私そのお言葉を待っておりましたうれしゅうございますじゅは見ていませんよ 太郎は駆け出しながら叫んだ。おしには何にも見えませんよ、てんさん。おさきにててんだ。ごめんよ。ええ、ドローンとててんだ。ドローンとててんだ。